いつもと違って静かでいいわ騒がしい J ・ FORCE の連中もいなくて気分がいいねえサンジああアンジェラちゃんやはりこういうことだったかあら みんななしたたはずじゃなかったのええみんな今頃、レプリカと戦っている頃ですよ僕を除いてそれでアンジェラアンジェラああそうねこの子はそんな名だったわねどういうことだ姿は少し変えているけれどこの子は私のレプリカ 私の思うままに動く操り人形よつまり今の君はアンジュラではないということかええそうね私の本当の名はガレナカインと一緒にいるの自己紹介はこの辺でいいかしらやることがあるのくっみんなが出撃するのを見計らい 手薄なベースキャンプを叩く種を沸かせばどうということはないええそうねそれでも結果はご覧の通り私の思い通り花火はまだまだ続くわよ他の JFORS たちが異変に気づいた頃にはもう帰る場所はないさあそろそろあなたにも消えてもらおうかしら。 そういうわけにもいかないのさこれは待ってたぞ三時 <laughs> やるじゃない。 シンプルながら悪くない仕掛けだったろそうねサンジ前に出なさいサンジチクショーサンジ目覚まさせてやるぞぜっ

どこ見てる？<laughs> どこ見てる？逃がさないわ。飛びなさい。あら三刀流大喜。え、実態が発生。大戦世界。何するのよ 楽しい時間もおしまいねなんだこりゃあっサンジさんアンジェラちゃんサンジさん サンジ。ああ、もう大丈夫だ。面目ね。お前のおかげだルフィ。それと、ありがとうな。<laughs> サンジ！おいバカやろ。いっていていってんだよ。星は掻き上がって。お、長官。サンジが正気に戻ったぞ。そのようだな。 迷惑かけちまった、すまないそれでベースキャンプの方の被害はアンジェラの所持していたオニキスブックらしき黒い本が爆発を起こし研究施設がやられただがそれ以外の爆発はみんなが食い止めてくれたサンジ気にすんな俺が一緒に謝ってやるからよすまねどうしたんだああライトか。 彼にはガレナの行方を追ってもらっている。彼ならきっとやってくれるだろう。なあ、さんじ久しぶりにうまいもん作ってくれよ。ああ、とびっきりせーのつくディナー作ってやるよ。俺をあやつりやがったクソ野郎どもにお返しもしなくちゃ、気が済まねえしな。やったーようやく戻ったか。 ええ、それで守備はどうなんだベースキャンプ機能の完全停止にまでは至っていないわほうお前にしては珍しいなでどうするつもりだ彼女のことは少し待ってくれないかお前は 一般人が迷い込んだというわけではないようだなああ僕は矢神ライトあなたに話があってやってきた俺を倒しに来たわけではなさそうだいいだろう話を聞こう今回彼女の作戦は惜しくも失敗したふ <laughs> あなたのせいでね しかしアンブラスベースに少なからずのダメージを与えたそれに加えて大量のコズミックキューブを入手しそのおかげでレプリカの大量生産もかなったそうだろそれで収穫はゼロではなかったということかお前の言っていることは正しいだがヤガミライト なぜお前がガレナをかばう <laughs> 簡単なことさ彼女はベノムズにとって必要な戦力ベノムズがこのままいてくれることは僕にとって都合がいいんだふん、<laughs> 面白いガレナこいつに礼を言うことだな 八神ライト。お前を…ベノムズへ迎え入れる。感謝するよ。